の探査機 の制御精度が要求されたんですけれども、あの蓋を開けてみれば非常に本当によくできていまして、分離時 の探査機位置の制御というのは、まあ、誤差はもう10メートル以下の精度だと、あので分離できたと思っています。ほぼ完璧に分離できています。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日は4月の11日なんですけれども、JAXA 宇宙航空研究開発機構が記者会見を行いまして、先日行われたはやぶさ2の衝突装置を使った人工クレーター作成の運用結果が発表をされました。はい、で今現在はやぶさは本ポジションに戻るべく移動をしている途中なんですけれども、まあ、衝突装置作動した時に分離した DCAM3 で撮影した画像で、前回の記者会見では低解像度のものが公開されたわけなんですけれども、今回そのデジタルカメラで撮った高解像度の画像が公開されました。それがまあこちらなんですけどもね、こちら分離カメラ DCAM3 による撮影で、デジタル系、まあ、高解像度 のカメラの画像なんですけれども、まあアナログ系で撮った時よりは明らかにこう高解像度で鮮明な画像になってまして、まあ、左の画像が作動の14秒前の画像で、右の画像が作動して3秒後、まあ、こう完全に地面にこうインパクトした後の画像ですけれども、まあ、こう地面でこう広がってるエジェクターってものが前回の画像よりは鮮明に映ってますね。はい、でやっぱりこう若干こう偏って、飛んでる原因っていうのはまだまだこれからの、分析でわかるんだろうと思うんですけれども、まあ、この写真でですね、この2枚の写真で、リングが映ってる角度がこう変わってますけれども、これはあのカメラ自体がこう回転しながら撮影をしてるんですね。でこのカメラがなんで回転してるかっていうと、まあカメラ、まあ、この空き缶に例えますと、まあ、こんな筒状の形をしてますけれどもね、DCAM3 っていうのは、まあ、探査機からこう切り離される時に単純にこうポンってこう上に上がるような感じで切り離しちゃうだけでは、こうカメラが確実にそのリングの方を向くとは限らないわけですよね。なので、切り離すときにこのカメラに対してこう回転を与えてやることで、まあいわゆるコマの原理ですよね。コマの原理でこのカメラの中心をこう軸としてこう回転させることで、こう安定して、リングの方にこうカメラが向くようにという仕組みになってるわけですよね。でただ、まあ、このカメラ自体の重心がまああったとして、でそれのこう回転軸がカメラの重心をこう貫いてないと、仮にこう回転して安定させようと思っても、まあ、重心がずれてるっていうことは、その重心をまあ中心としてこう回り始めちゃうので、こうかえってこう軸がぶれちゃって、撮影どころではなくなっちゃうわけなんですよね。でまあそのカメラ自体、まあ機械として作るときに必ずその回転軸とこの重心が一致するようにちゃんと作ってるはずなんで、まあ、こういった安定した画像が得られるっていうことなんですね。まあ、簡単にまあ動きで説明すると、まあ、中心軸を通ってるまでこれ若干ずれてるんで、まあ、多少こう入れてみますけど、こういうふうにちゃんと中心を貫いてればこう安定して、ちゃんとした方向にこうカメラが向くというわけですね。これでまあ重心と回転軸が少しでもずれちゃってたらどうなるかっていうと、まあこんな感じになっちゃうわけですよね。これも側面にあの磁石をくっつけてますけど、その回転軸と重心がずれちゃうとこういうふうにカメラはブレブレになっちゃうわけですよね。はい、なので、重心と回転軸が必ず一致するように全てが作られています。これはあの衝突装置も同じで、衝突装置を分離するときにもやっぱりこう回転を加えながらこう落としていって安定させたわけなんですけれども、衝突装置もほとんどブレ、こう軸のブレがなくこう綺麗に降りていったようですね。
まあ、それによって、こう精密な場所にこう衝突帯をこう当てることができたということですね、はい。まあ、その衝突帯がこうずっとこう落ちていく動画も、まあ、会見では見られたんですけど、まあ、この動画を撮っている時点ではその、衝突帯が落ちていくあの連続の動画がちょっと出てないんですけれども、本当にこう綺麗にくるくる回りながら落ちていきました、はい。で今後ですね、その衝突帯を当てた場所をもう一回観測する CRA-2 という、クレーター探索運用があるわけなんですけれども、それが、4月の24日からハイオブザがハイオブザ2が降下を始めて、25日のだいたい昼頃11時半頃ですかね、この地球上の時間では11時半頃から、まあ、2時間弱かけて、そのおおよそ当たったであろう場所をこう撮影して、事前に撮った画像とこう比較をして、まあ、どういったものがクレーターができたかということをまずは撮像して、でその今後ですね、5月以降になるんですけれども、2回目のタッチダウンをする場所を、まあ、こう決めたりするんだと思うんですけれども、クレーター探索運用で得られた画像っていうのはおそらくは、まあゴールデンウィーク明けになるそうなんですけれども、画像がまあ公開されるということですね、はい。そして、もう一点ですね、まあ、昨日のことですけれども、まあ、宇宙に関してまた大きなニュースが一つありまして、世界の8つの電波望遠鏡を連携させて、世界で初めて、ブラックホールの、まあ、姿を捉えたという画像が公開されたんですけれども、こちらですね、はい。でまあ、これまで想像図でしかなかったブラックホールの姿を、まあ、一応画像として捉えたということで非常にこう話題になってるんですけれども、ブラックホールというのは、まあ、その名前が指す通り黒い穴とも言われるんですけれども、この天体の中に入ってしまうと、もう光でさえも脱出できないような非常にこう重力の大きな天体なんですけれども、これまではですね、そのブラックホールの周囲にある物質をなんとなくこう捉えることができてたんですけれども、今回のようにですね、はっきりとこの黒い穴っぽく見える画像が捉えられたのは、まあ、初めてなんですけれども、まあ、これはですね、まあ、ブラックホールの周囲にあるガスかとは思いますけども、これがまあ、発光することでその中心にあるブラックホールのこう姿をこう浮かび上がらせているものなんですけれど、これはですね、まあ、世界に8つある電波望遠鏡を連携させたとまさき言いましたけれども、チリとスペイン、ハワイ、メキシコ、それからアメリカのアリゾナ州、それから南極のこう電波望遠鏡をこう連携させることで、まあ、ほぼほぼこう地球サイズの巨大な電波望遠鏡と同じこう解像度が得られたということで、まあ、それらのこう望遠鏡を連携させて、まあ、同じ目標を狙って得たデータをまあ蓄積をしていって、それをこう分析した結果今回得られたのがこの画像なんですけれども、まあ、これまで、アインシュタインの一般相対性理論上の、まあ、理論上でしか存在しなかった、ブラックホールがこうやって画像で捉えられたっていうのは、まあ、非常に大きなブレイクスルーだと思います、はい。で、まあ、このハイオプサー2の記者会見でそのブラックホールのことと絡めて、なんかコメントありますかっていう非常にこう無茶ぶりがあったんですけれども、それはまあちょっと結びつけて話すのは無理なんじゃないかなと思いましたけれども、まあ、これからもですね、宇宙に関する情報とかをこうつぶさに、見つめていきたいなと思いました、はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております、関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。